この観点からも、大きく寄与されて、活動から NPO になって、それからネットワークを広げていって、今の技術展開ということでは、本当に本人は知らなかったんでしょうけど、ちゃんとやっぱり段階を踏んできてたんだなっていうのを、今平田さんに整理していただいて、私もすごいよくわかりました。ありがとうございます。大変いろいろ褒めちぎられた中澤さんですけど、やっぱりでもそうは言っても大変なのよとか、困ってるし、はたからはよさげに見えるけど、こんなことが大変だとかっていうことがあると思いますけども、まあ、その辺やっぱ本音を聞いて、まあ、ちょっとこう話をいただければ本当にそれはここまで来たのは、その私の中ではとても自然なことなので、特別なことではとてもなくって、またこのまま進んでいくとは思います。今日来てくださっている方々、たくさんの方々に、この気持ちをですね、私はとても大事にしたいと思います。皆さん、ありがとうございます。今日本当にありがとうございます。その思いは本当に力になるんですね。その私たちが持っている思いが力になって、応援してくれることもとても私の力になっていて、このままその皆さんと一緒に、また地域の中で、みんなでこう地域を元みんな一人ずつ自分らしくいることが、その地域づくりになり、また活性化していったり、やっぱりそれは地域の力だと思うので、そこがやっぱりないと、私の中でそのイベントだとか、そういうことよりも、そういうことの方がこう、まちづくりになっていけばいいな、その中で子どもをみんなで考えていったり、大人も輝き、子どもも輝いていったらいいなと思っています。で、やっぱり秋田県に続いて青森県も自殺率が多かったりとか、まして十和田も自殺率が多いとか、そんなことと聞くので、やっぱりその学童の、まあ、せめて今私たちのいる学童の子どもたちには生きていってほしいと思っています。その生きていくには、やっぱり、子どもたちが一人一人が自分らしくいるというか、自分としているっていう環境を、大人が安心できる環境を出せる環境を、私たちが、そばにいる私たちが寄り添っていかなければ、子どもたちは大人の指導のもとには管理されている中では育っていかないと思いますし、人間になっていかないと思いますので、そういう人と関わることを積み重ねていったり、あったかいなって、すごい大人がいるなと思ったこと、そういう思いをして社会に出て、生きていけるのではないかなって思っています。なので、そのたくさん私も会議に出ていろんな話を聞きます。そのある保育園先生、園長先生も、親御さんは全て鬱だよとか、いろんな話を聞いて、私も愕然として、子どもの状況だったり、これでこの子どもたちは、じゃあ大人になって社会で仕事していけるんだろうかっていう、とても不安な思いがします。なので、そういうふうにしていきたいので、それがまた怒りが頑張れる根源になったり、していくと思いますので、また皆さんと一緒にですね、また明日からも来てください、カフェに。ふらっと寄って、集中が。ずっといてもいいので、そういう場に、地域みんなでそういうふうにしていきたいと思うので、そういう場にしたいと思いますので、ぜひ、そうしていきたい。何言ってるか分かんないですけど、そういうふうにしていくだけですね。